さあ、僕におむつを履かせてベイビーと呼んで。目の前にパワーダイヤがある。パワーダイヤはとても貴重で重要なものだ。新しいエリアへのゲートをパワーアップさせる唯一の方法だ。いろんなエリアを見てみたいだろう。おい、向こうのすごい車が見えるか？ああ、あのピッカピカのさ。クラッシュは世界中で任務をこなして新しい車のロックを解除することができる。いや、あんな車にメンドリギャルズと一緒に乗ってみたいね。わお！リンゴ汁一本。おい仲間たち、ハッチを閉じて俺の甲板を掃除しろってんだ。ちょっと待て、薄野郎たち。この呪われた運命の扉の向こうには過酷な冒険が待ってるぞ。ありがとうよ、ワンパチ X。 さて、レース中毒ども、最初のチャレンジでは商品がどっさりあるぞ。猛烈チキターボの恐怖にゾックゾックした後は、しつこい仮面の海賊を乗り切り、海底2万回転の怪しい妄想に打ち勝つんだ。この危険なコースを勝ち抜けば、バトルアリーナでより厳しいチャレンジが待ってるぜ。壊れた連中がありとあらゆる商品をかけて戦うぞ。興奮するだろう、スチュー。このスチューの旗が立つ限り心配すんな。興奮してきたぜ。いけいけ、クラッシュ。お前の力を見せてくれ。新しい服に着替えてみようぜ。頭にシャツのマークをつけたのがいたら服を売りたがってるんだ。三角ボタンを押して話しかけてみろよ。おい、こら、クラッシュバンディク。なあ、取引しないか？昨日身の程知らずがパワーダイヤを手に入れようとレースに出たけど残念でした。残ったのは冒険野郎のスーツだけさ。ただじゃやらないよ。マスクのガスを補充しないと。それにスーツは宝物に値しないだろう。
俺だよ。このことを言ってたんだ。これこそまともな商売ってもんだ。スーツはお前のものだ。お前もシャープに見えるぞ。前の持ち主よりうまくやれよ。奴の結末は聞くな。さて、頭にパワーストーンのマークをつけた人がいたら、パワーストーンを売りたがってるってこと。三角ボタンを押して話しかけてみよう。よよ、クラッシュ、パワーストーンを買わないか。安くて上等、新品同様だよ。ほとんど使ってない。コインをくれればこれやるよ。探してるって。わしはこの間これを見つけたんだが、わしが見つけたから今はわしのだ。以前はどうであれ。ウィンクに気づいたか。コインをどっさり持ってくればあげるよ。しみったれなボンクラッチを見かけたら給料をケチるなと言ってくれ。10年も大学院に行ったのに仕事でこんなひどい格好をさせられるとは。クラッシュ、お前か。なあ、ここはどうも何か匂う。と言っても変な食い物じゃないぞ。調べてみたいのだが、私には無理だ。頭が大きすぎる。見ての通り、プールの中のチョコバーのように目立つ。この中に潜り込むには、黒くて引き締まるものを着なければ。尻が大きく見えないようにな。
パワーストーンは世界中に隠されていて、重要なポイントに行くには複数必要な場合もある。ちょい待ち、重要なポイントに行くには何が必要だって？ピンポン、パワーストーンだ。君って見かけよりはるかに頭いいんだな。